いいお芋だね。はい、こういう感じでね、まあ、処理をしておいて、霜でやられちゃったところは先にもう掘って、あと根っこのついてるのはね、そっちにまた栄養分とかがね行くとしなびちゃうんでね、しっかりと下処理だけしておきます。こうやってこれがね、ちゃんと処理をしておかないで、例えば今の時期だと1月なんで霜がだいぶ降りるんで、霜が降りた状態のまま芋を置いておくとだいぶこう腐っていっちゃうんでね、例えばどういうのかっていうと、こっちにあるんだけどね、まあ表現で言うとブニュブニュした状態、ブニュブニュっていうような、ね、色が変色しちゃって、そう、まあ、こういうような状態ね、まあ、こういうのが、こっちのお芋の方についた状態で保存しておくと、こっちの芋自体が、もうなんだ、腐っていっちゃうんだよね。だから、しっかりとね、そういった霜にやられてもう腐りかけてるとか腐ってるような状態、ぬめりがこう出てるような状態の部分は先に下処理をしておくと、保存状態はいいです、ね、でこの状態で、まあ、これね種芋を作るようではないんで、この後料理に使うんですけど、まあ、種芋も全く一緒でね、まあ、特に親芋は、ここの部分が土からね、まあ、畑の畝から外に上にこう出ている部分だから、ここが風さらしになってしまうと、風さらしに合ってしまったり、霜にこう吹かれて当たってしまったりすると、どうしてもこの部分が、腐っていきやすいんですよ、ね、で里芋は霜が降りると一気に茎が、べちょって茶色く枯れちゃうでしょ、まあ、それと一緒で、だからお芋のこの親芋のところもやっぱりその掘り起こした時にはしっかりと下ごしらえっていうかね、そのケアしてあげる、取り除いてあげるということが大事になります。で小芋の方は畑の土の中に入ってるんでね、腐るってことはそうそうないね、まあ、よっぽど病気に侵されてるとか、まあ、そういったのがない限り大丈夫だと思います。これ種芋として管理したい場合にはこれを例えばその新聞紙にくるんだりだとか、で段ボールの中に入れて置いてあげたりだとかね、まあ、そういったようなことをして保存してあげると、比較的長持ちできます。このままの状態で外に置いといて雨風にさらしたり、まあ、なんだ、梅雨がね、梅雨とかね、そういったようにこうさらされてしまうとすぐダメになります、芋はね。なので、まあ、下処理としてはまあこういう感じで処理をしてね、しっかりとこのようにね、畑で取り除いておいてあげる、ね、そうしておくといいと思います。まあ、市販で売られてるものはもうこういうふうに処理がされて売られてるんで心配することはないんだけど、畑からすぐこう収穫して取り出した場合にはこういったようなことをしておくと、長持ちするので、調理する時にもこれを一気に使わなくてもね、小出しに使っていくことの方が多分多いと思うんですよね。まあ、よっぽどの大家族だったらこれぐらいの量を使うかもしれないけど、そうでない人たちは、こういったのをね、家の中とか、あと納屋の中とかね、まあ、そういったのに新聞紙にくるんで段ボールに入れてとかって言って、保存しておく、またはね、もみ殻ね、もみ殻とかに入れておくと、あれも通気性がいいんで、もみ殻で、保温して、で、新聞紙でくるんであげてね、段ボールの中に入れてあげるとか、木箱の中に入れてあげるとか、まあ、あとは土の中に掘って、もみ殻を入れて、この里芋をもみ殻の中に入れて、もみ殻で包んであげて、
土の中で保管しておくとかね、まあ、そういった方法もあります。まあまあ、それだとちょっと面倒くさいんでね、大体はまあ新聞紙にくるんで、段ボールの中で保管してあげて、あげれば、まあ、大体大丈夫なんでね。雨風にさらさなければね、氷点下で霜にさらさなければほぼほぼ、大丈夫です。まあ、全部がねやれることはありません。まあ、ごく一部やられることはあると思いますけど、そこまで心配するほどのことではないと思いますんでね。まあ、そういったことでこう下処理の上下処理をねしてるところをねちょっと動画に上げさせてもらいました。どうもです。